最後に一つ言っておく。時は加速する。緑色の赤ちゃんと一体となったプッチは新月の時を待つ。新月の時を待つプッチのバトルスタイルはスタンド使い。重力を操るスタンドシームーンは時を加速させるメイドインヘブンに進化することができる。スタンドが進化することによって全く異なる能力で戦えるぜ。スタイルアクションシームーンでは短時間だがスタンドが自律攻撃をする。シームーンの自律行動中はプッチ神父を行動することができ、スタンドと本体による挟み撃ちも可能だ。また奇数回攻撃を当てることで敵を裏返し状態にするぜ。重力を操るシームーンによるスキル、私のいるこの足元で重力は逆転するで、自分の周りに赤力場を発生させ敵や飛び道具ギミックを吹っ飛ばすことができる。スタンド攻撃の射程の長さと重力の操作を組み合わせ敵を寄せ付けない戦いができるぜ。隙を見てスキルメイドインヘブンでスタンドを進化させろ。メイドインヘブンのスタイルアクション時は加速するは驚異的なスピードでの移動を可能にする。この高速移動に2手遅れたようだななどのスキルを絡め戦いを試合しな。スペシャルコスチュームを紹介するぜ。絶対に決着はつける。仕掛けるぞ。仲間と繰り出すグアルヒートアタックで強烈な一撃を決めるんだ。行こうディオ。ああ時は加速する。運命を克服するために天国へ行く方法を実行する新月の時を待つプッチ。彼を待ち受ける奇妙な運命とは。真の幸福に導かれるための道、アイズオブヘブン。